あとは、配損だね、配損。初日で、まあ、接続切れが出た場合に、2周目回って、まあ、ツリーチ上げるときに戻ってこなかった場合には、ちょっと配送ボタンを押させてもらいますね。なので、まあ、さっきもちょっとね、配送じゃない、配損ね、配損。ハイムラね。で、さっきもちょっと接続切れがあったけど、まあ、戻ってくる可能性がある場合は待つから、配送ボタンを一回、押しちゃうとね、拒否ってなった場合は、そうそう、村ね。拒否ってなった場合はもう配送できなくなっちゃうから、まあちょっとそこは、見極めて、一応僕が、押しますんで、押すときは僕配送押しますって言うから、言うないしチャットで貼るんで、それだけちょっとお願いします。ヤマトの字は違うね。うん。はい。あとなんだけど、ごめんね、だらだら説明して。それだけかな。あと、嵐恋とかね。暴言とかあった場合は、配送も押したボタンを押してその人蹴りますんで、それだけお願いしますね。絶対そのことないようにお願いします。楽しくやりましょう。はい、以上。はい、準備完了。あ、ごめん。質問ある人は準備から外してください。はい、OK です。じゃあ始めましょうね。楽しくやりましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。 SG1 の村人するゲームじゃないので、今日はですね、そうですね、悪路ですね。うん、白く振る舞ってる狼出たいなと思って。うん、まあね、個人的にはね、1番4番さんはね、村だと思いたいね。なぜ？女性、可愛い女性は繊維。この二人がいることによって、我々男性陣のモチベーションが上がり、人狼殺人口も拡大し、いいことずくめ。女性プレイヤーはね、村だと思いたい。だけどまあね、大神集団したらそれはね、するよ。まあね、とりあえず、そうですね。まあ、SG1 の村人。するゲームじゃない。まあ、黒い狼と思ったら釣ってもいいと思うけど、それはみんなで釣ってください。うん、僕の投票は、白狼を追いたい。うん。それだけです。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。ヒロちゃんはね、特に進行論とかもなくね、白狼を探してたの。白狼を探してるヒロちゃんは村。白狼を探しているヒロちゃんは村。しかも私を村って言ってくれたヒロちゃんは村。ヒロちゃんは村なんだ。それがヒロちゃん。私を村って言ってくれたヒロちゃんは村。だから両思い。それがヒロちゃん。私、進行論言った方がいいかな。役キャーも含めて、二人、スリーチあげれたらいいね。そのぐらいかな。占い、平和村だと逆にだるいかもしれない。二人出てくれたらいいな。それでね、占い師はね、狂人じゃなくてね、神童がいい。希望。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、9番さんは、4、1が白とか、まあ、村置き。まあいいや。とりあえず置いといて。で、まあ1番さんも9が村人。まあ、なんだろうな。特にこれっていうのはなくて。なんだろう、役職もまだ出てないからね。精査しづらいかな。とりあえずまあ3仕様だったら、占い師精査から。それ以外だったら、まあ22だったら霊能なんだけど、それ以外だったらまあグレー、行きたいなっていうのは、ありますね。
まあ、9番、1番は、まあ、2周目かな、ってとこなんで。今のところ、まあ、別に白黒、つけれてないんで、まあ、また、2周目釣り位置とか上げていきたいと思います。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。村人陣営特に仕様ないです。役が出てないから、まあ、とりあえずグレー1、9、1、2、2、ちょ、触れとこうか。9番さんは白黒1探す。黒い、ところは村釣ってくれって言った。SD1 を釣るゲームじゃないっていう9番さんの意見は俺も遠いかな。うん、ただ黒1は、俺は釣るけどね。黒いと思った人は釣る。うん。SD1 釣るゲームじゃないってのはわかる。うん。だから俺もみんなにあの黒1が、上げるときはね、黒い要素を、必ず上げてほしいと。僕は黒1を釣っていく、進行論っていうか、まあ、僕はそういう持論かな。っていうと、9番さんの意見とそこが違うけど、まあでも、9番さんが村なら一緒に頑張って貸したいと思ってるから、それだけ言っとく。で、1番はまあそれで、村と置いてくらもらったから両思いってとこかな。その色落としはまあいいんじゃないかな。2番さんはこうちょっと時間ねえな。2番さんはまあ正直2周目かな。1番そのなんだっけな。占いには狼と、神と狼に出てほしいって言ったのがちょっとなんか、何の意図かわかんないけど。はい、2周目頑張る。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。レイナオサでした。多分使用していいやつやね。なんとなく、うん。あの、ほぼ同じ配役のやつを他の人狼ゲームではやったことあるので、いいかなって思います。で、まあ、ここまでまだ占い師が出てないってことで、残り4人からどう、ね、出るのか。うん。まあ、あの、2-1 だったら確実にグレーで、2-2 とかになったら、レイノーロラとかそういう形にもなってくるのかなって思ってます。よくわからないけど。まあ、うん。まあ、2-1 であればいいかなって感じで。なんかたまに 3-1 になることもあるみたいですが、まあそしたら、うん。まあ、みんなどんな感じなのかなっていうところ。なんか進行のも、ちょっとよくわからない感じなんだけど、今のところ。うん。ああ、グレーについて印象を言い忘れた。2周目頑張ります、ちょっと。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。占い師です。ランダムで9番さん白ね、9番さん白。把握よろしくお願いいたします。4番さんに関しては、まあ、霊能ということでね、対抗出てきたら考えようかなというふうに思ってます。1番さん、2番さん、3番さんに関しては、そうですね。まあ、しっかり狼探そうとしてるっていう印象を見受けたのは3番さんかな。現状で、今現段階で釣りたくなるのは3番さんですね。1番さん、2番さんに関して、2番さんに関しては、まあ、精査が、まあ、2周目かなっていうふうに思ってますね。1番さんに関しては、ちょっと何を言ってるのかよくわかりません。はい。占い進路がいいとか、うん、そういったことでね、理由があったら俺は嬉しいなっていうふうに思ってます。はい。何を言ってるのかわかりません。9番さんに関しては、まあ、強靭名っていうことは、うん、1周目の段階では拾えなかったんで、まあ、ゴルマックス強靭なんで、まあ、うん、村か強靭、その辺は、まあ、2周目なのかなっていうふうに思ってます。はい。ぐらいかな。うん。現状釣りたくないのは3番さんですかね。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣役職 C を特にございません。霊能が4番さんで、5番さんが占い師で9にしろ。なるほどね。5番さんの位置だったらどこにでも打てるんですよね。正直7か8か僕どこかに打ってほしかったんですよね。まあ、そこが、うん。まあ、希望なんですけど、ランダムってことなんで、仕方ないとは思うんですけど、まあ、もしくは、あえて、囲いやすいとこ囲ったのかなっていうふうには思ってます。まあ、この後また7番さん、8番さん占い師、もしくは、霊能対抗出てくるかでまた盤面変わってくると思うんで、ちょっとまた見ておこうかなと思います。1番さんすいません。なんで、1、9番さんを白いっていう風に言ったんですかね。そこがちょっとよくわからなかった。てか途中で終わっちゃったんですよ。僕、接続気になってしまって申し訳ない。うん。1番さん、9番さん、1番さんのことを白いって言ってたんですかね。僕すいません。把握漏れだったら申し訳ない。で2番さん途中から戻ってきて、22番目だと例の SG。7番のプレイヤーが発言します。俺が本当の占い師です。3番白でした。だから5番、強人か人狼です。っていうことで。俺あんまり発言稼げねえから、シンメトリーの行くの苦手なんだよな。まあ、なんだろう。59。591あんのかなってちょっと思っちゃったけど、どうなんだろう。うん。
ていう感じですね。うん。っていう感じです。はい。3番白ね。8番のプレイヤーが発言します。え、7番さんそんだけ？ああ、9番さんに関してなんだけど、SG は白老1、じゃあ、上げてくださいって言ったところから2周目に。1番さんに関しては、9白い。6番さん、1人だけしかヘイト向けてないけども、それだったら91ラインっていうのは見るべきなんじゃないですかね。7番さんみたいに。でも、こんな露骨にライン見せるかって言ったら見せないんじゃないかな。うん。って言ったところかな。2番さんに関してなんだけど、まあ2周目行きたいかな。3番さんに関しては、2周目発言伸ばしますって言ってるんで、それも3番さん2周目行きたいかなって言ったところかな。57か。57の審議はまだついてないかな。って言ったところかな。今の現状6かな。俺は。時点で上げるなら2周目上げます。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。もう決まってます。はい。2か8です。1はありえません。はい。私を信じている、それしか言わない人って、村です。狼だったらもっと頑張って村に出します。もっと白くなろうとします。一番の村だけはもう確信できたので、占う必要すらないです。2か8。2番か8番。8番が走らせるならもう2番しかないよ。分かったから俺は2番行きます。あ、1番と票合わす。2か8好きなところ。合わす。5番か7番の狼が震え上がると思うわ。2番行ったら。まあ、2か8。うん。1番に票合わす。1番だけは村を信じてるから。2番でいいよ。5と7が震え上がるんじゃない？行きたくない人がいるんじゃない？ 2 番には。1番釣り寄す奴がいるんじゃない？ 2 番、1番だけは信じるわ。うん。1番、4番。言った通りじゃないか。うん。1、4番さんは可愛い。可愛いは繊維。女性プレイヤーはこの人のただの顔だよ。俺たち男性はただの引き立て役だよ。うん。俺だ。うん。二人が活躍すればこの村は勝てる。うん。二番。基本戦二番かな。8番でもいいけど、1番に合わす。1番だけは釣らせない。村だっていうことは分かってる。分かる。こんな狼はいない。1番のプレイヤーが発言します。私がね、占いね、進路がいいって言った理由ね、あるよ。今日、霊能は騎士が守るでしょ？だから、今日、狼を釣って、その後、今日、狼を絶対に釣るじゃん。もう気合入りするじゃん。それで黒が出るとするじゃん。その後、占いローラーで終わったら嬉しいじゃん。でも、占い今日の場合はいかないでしょ？でしょ？それはすごく困ることなの。で、私はね、発言一番気になったのは6番さんだよ。5番さんの占い位置が不満って言うけどさ、発言終わったところに出そうが終わってないところに出そうが、ここは狂人がいる村なの。だから、例えば適当に、あ、6騎士か。6騎士だ。まあ、いや、私の言いたいことは、とりあえず、白崎が占いでも破綻しないってこと。どうしよっかな。でも別に誰も黒くなかったけどな。ちょっと待ってよ。私のね、ちょっと字の汚いノートを見ながら考えよう。2だ。あ、でも2周目の話聞いて決める。今んとこ2。2番のプレイヤーが発言します。はい。6が騎士で出て、8が8柱でしょう。自分目線ね、まあ、人狼が、その占い師で語って、その囲ってんのかなって、その9か3を。か、もしくは1が人狼。って可能性が高いんだよな。まあ、もう別に津村だから、釣られても、白しか出ないんだけど、
うん。8が走らせたでしょ。だからね、8は狼でなんかちょっと追いにくいんだよな。わざわざ狼で走らせるかなっていうのがあって。で、1の6騎士の把握漏れちょっと、あったから、どうなんだろうなっていうので、まあ、1、ローか、まあ、9、3がどっちか囲われてんのかなって感じなんで。で、強靭は多分2としてんのかな。って感じですね。なんで、まあ、クロスしてもらった方がいいのかなっては思うけど。まあ、自分は1に行きたいなっては思ってます。3番のプレイヤーが発言します。はい。今、グレーっての812ね。で、グレーを詰めるんだけど、8は柱か。俺は柱はあんまり好きじゃないね。正直、俺の個人的な意見かな。これ、8を釣らない進行っていうのは、8をも村置きするっていう進行になるから、まあ、1に詰めることになっちゃい、なってしまうが、まあ、占い師目線もそれをどう思うかっていうのをちょっと言ってほしいかな。まあ、ワンチャン8がローで、5、7どっちかない方っていう、可能性もまあ、あるはあるからね。まあ、柱する狼いないと思うけど、それで釣らなかった場合っていうのは、8がずっと村置きされるから、それが、唯一懸念かな。で、ごまさん俺を白置きしてくれてるけど、全然別にクロスしてもらってもいいし、俺は別にもう本当に、まあ俺、白なんだけど、別にクロスするしないは別に、5番さんに任せる。で、5-7の精査だけど、とりあえず俺9番さんはまあ多分普通に囲われてないと思うから、9は普通にもう多分白だと思っているから、まあ、5がローだったら囲ってないし、7がローだった場合ってなったらどうなんだろうな。で、今2を釣る流れになってるけど、ちょっと難しいな。1番ちょっと、その6叩いたのはちょっと、ちょっと把握漏れがあったが、2を釣る？いやー、俺、でも正直黒要素があったのは正直1ってかまあ、1ってのは騎士の把握漏れがあったからね。8は柱でしょ。で、2の黒要素を拾ってないから、正直もう、難しいな。難しい。ちょっと占いもちょっとまだ精査はあんまりついていない。ごめん、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、ということで、まあ、グレー812になるんだけど、正直、8番さんが柱らしいよ。3番さんの言ってた通り、そのね、8番が狼っていう可能性も村目線あるわけで、まあ、残したら村置きしちゃうよねっていうところはあるかな。で、ただ、1番さんが、6番さんが気になるって言って、把握漏れしてたとこ。あと、2番さんが、なんか、8は柱だったから、白じゃないかなって。まあ、ね、柱って言ってもっていう、狼が出る場合も、可能性としてはあると思うから、それだけで置くのと。あと、なんで、2番3の位置で、振動って確実にわかるのかな。なんか、振動だと思います、みたいな感じで言ってるけど、正直私今のところまだわかんないよっていうところで、なんで、強靭ニートだと思ったかなっていうところがすごい気になってる。正直2か8なら、今のところどっちもいいかな。ただ、柱ね、残すのってちょっとやだから、私は8に入れる。で、5と7だけど、5はちゃんと、釣りたくない位置とかいろいろ上げててよかったんだけど、7が5級かなって言ったんだっけ。理由とかも述べずに終わっちゃったよね。死んだらもうちょっと頑張ってほしいかなって思います。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ということでね。俺目線ではまあ7番3強ローどっちかなんだけど、ローだった場合ってね、安直に囲うとは思わないし、3番3って別にあんまり発言が伸びないっていう人間ではないから、5番3、7番3をローで置いたときに、3番3のローってあり得るのかっていう話になってるんですよね。
そうなってくると俺目線で8、1、2、2、7、ローを置いた時にどっかにいるんだけど、正直俺もどこでもいいんだよ。じゃあ8番さんが柱発言をしているっていうその盤面で、2番さんも、あ、俺スムラだから別に釣られていいっていう発言をしてるんだよね。うん、正直ね、じゃあ村なら結局全員 SG 値だし、1番さんもじゃあその進路であってほしいっていうその意味は分かったけど、じゃあ2を釣り寄す理由はっていう話になってくるんだよ。うん、6番さんの把握漏れもしてるしね。うん、じゃああなた、騎士に叩いてたでしょとか、2番さんどうして釣ったの、釣り理由も言ってないのにみたいな、そういう発言になった、なっちゃうでしょ。だから結局俺はどこでもいいなっていうふうに思っている。正直、まあ SG 値を釣るんだったら1番さんかな。なんか狼を釣るんだったら俺は2番さんだと思ってる。8番さんが柱発言した上で、8番さんじゃなくて2番さんに釣り位置が集まっているっていうその理由で、自分も柱をすれば、釣り位置にはならないっていう、そういう考察、うん、その発言は狼だったら知るのかなっていうふうに思ってる。まあもちろん8番さんの発言も聞いた上で考えるけどね。うん、なんで柱発言したのか。うん、まあその辺しっかり説明してください。はい、いいとこでもいいです。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。5番さんは1、2、8だったらどこでもいいですね。現状の釣り位置を上げないってことですね。把握いたしました。占い師に関してはどちらかというとやっぱり5番さんの方が発言伸びるから信用高いかなと思う。もし7番さんが真の占い師だったらすぐ切らないでちゃんと役にもついても触れてほしかった。1周目の段階で役に触れたのっていなかったんで、5番さんも触れてなかったんで、基本的にはね。ってところだけ、7番さんには言っとくね。進化どうかわかんない。進路、心境わかんないけどね。ってところで、SG1、8番さんが、まあ、釣られてもいいと、上がってもいいと言ってた。俺、正直、2番さんがもうちょっと臭すぎてやばいんだよね。9-3 囲いかなとか言って、わけがわかんない。9-3 の囲いなんかないですよ。だからチャットで、7-3-5-9って言ったんだけど、これ誰も触れてないんだよね。2番さん、なんで、9-3って言ったの？いや、7-3-5-9だったらまだわかるんだけど、9-3の囲いかなってどういうことって思った。で、1番さんは俺に触れでしょ。うん。もう1、2が臭すぎてやばいんだよね。で、これで8がローだったらもう最悪なんだけど。うん。ワンチャンこれ占い師で心境で出てる可能性があるんだよね。うん、狂人がこれ霊能、もしくは、僕の騎士で太鼓で出てないってところだから、うん。って見るのが普通なんじゃないかな。どうなのかな。だから SG1 で普通に釣りたいんだよね。全部ロラしたいぐらいなんだよ、正直。ロラ完成したいわ。うん、正直今のところ俺はね、どうしようかな。2に行こうかな、うん。とりあえず2の色見たいかな。まあ、霊能8って言ってるけどね。以上。7番。のプレイヤーが発言します。喋っていいかわかんねえんだよな。とりあえず柱したからにはもう釣らなきゃいけないんじゃないのかなって思うけど、蜂をって思うけど俺は、うん。で5-9-1って思ったって言ったのが1周目。5が9囲って9が1囲ったみたいな風に思ったからっていうだけなんだけど、うん、特に深い理由はないです。はい。柱発言あったからには完成しなきゃいけないと思うけどね、俺は。うん。っていう感じですね。怪しいのは、正味、1-2だけど、柱ってだって結局、うん、3番の言ってた通り、残さなきゃいけなくなっちゃうから。釣らなかったら残さなきゃいけなくなっちゃうんでしょ、ずっと。っていうことは、ちょっと、無理でしょ、それは。っていう感じでしょ。うん。だから、柱発言があった8から釣るのがいいと思うんですけど、いかがでしょうかっていう感じです。うん。何話していいかわかんないから切ります。8番。のプレイヤーが発言します。え、 1-2 どっちか怪しんでるんだったら 1-2 どっちかを釣り上げればいい話じゃないですか、7番さん。え、どういうことっすか。それに関して柱したから釣り切る、うん、釣るっていう発言は人外しか出ない。なお人外って、なんで地釣り発言したかっていうと、あの盤面で 1-2-8 じゃないですか。
で、最初、ヒロちゃんから釣り位置が上がったのは8。だったら全然ジゼリア飲みますっていう意味なんですよ。ただ、自分を釣ってしまった場合、霊能結果、白結果しか出ないんで、うん、ただ、無駄結果になりますよ、1日。それで噛まれて終わりですよ、とは言っておくよ、4番さんに。で、2番さんもスムラス化してることによって、それどうか気にならなかったんですか？ 7 番さん。そんなジズリうんぬんって、ジズリ発言したからうんぬんっていう話で。じゃあ相方として、もし俺がローだったとして、相方にただ迷惑かけてるだけじゃないですか。メリットはない。これでわかりました。なら偽だと思います。はい、現状で。普通に釣りに来るっていう事態がおかしい。うん、だったら全然1とか行けばいいんじゃないですかね。どういうことっすか本当に。って感じかな。6番さん、7番さんに殴り合うと、もうそもそも霊能と騎士出てるから、役に触れる必要なんてない。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。637-8463-7 騎士霊能3番どうなんだろう、囲われてんのかな。73押してきてるっていうことは囲われてんのかな、うん、いや俺の発言分かんなかったかな。ああ、まあ、地釣りした結果飲んだから、うん、結果無駄占いしたっていう意味だよ。うん。あとは頑張ってください、村人陣。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。1番人狼、1番人狼です。っていうことはどうなんだろう。5が強人で9が人狼、うん、わかんねえな。まあ、とりあえず1番人狼なんで、今日は確実性とって1番釣りでお願いしたいんですけど、てか、お願いしたいんですけど、てか、1釣りしか飲めないんですけど、うん。っていう感じです。はい。っていう感じですね。5が強人、人狼。わけわかんなくなってきたな。9が白。どうなんだろう。9、2が白で5がローの可能性もあるのとかもわかんねえ。そうだな。2番スムラって言ってたよね。っていうことは、これ残り、9、5しかないんだよね。っていうことは。わかんねえな。とりあえずちょっと1番釣りでお願いします。はい。9番のプレイヤーが発言します。うん、自分が村なので、2、7か1、5しかないってことです。1、2、5、7に2ローいるってことですね。答えられるのは8が白、3が隠しろ。俺が村なんで。
1,2,5,7,2,2 ロイルとなれば、普通に考えれば、7,2か1,5の組み合わせ ?7,1 なんで黒かっこいいしてない限りは。うん、わかんない。まあ、1,2,ロー,ローで5,7,2,今日がいるってパターンもあるだろうけど。普通に考えれば7,2か1,5?どっちか強人が出てて ?1,2,ロー,ロー? え?どうしようもうこれ。でもまさに任すわ。どうしたらいいんだろうね。フラットで見れないことは大変だからね。1番さんを勝手に村を行きして。4番さん、村だと思うけどな。でも4番さんに託すわ。あー、72か51か。72、2番の色が見てえけど、こういう時どうすりゃいいんだろうね。足すらなきゃよかったのに。ってなれば、強人はどこいいんだろうね。7215だったら。3番が8番になるけど。なんか 8? どういうことこれ。俺とも1、2に強人出てんのかな。わかんなくなってる。一応4番の意見聞くわ。1番のプレイヤーが発言します。はい。私、狼じゃありません。何 ?7番さんは2月村って言ってたから、じゃあ、違うのか、9号かとか、残り9号かとか言ってたけど、騎士も霊能もできってるんだから、他みんなスムラに決まってるじゃん。意味わかんないんだけど、それ。私もスムラだし。で、なんだっけな。2番さんの、多分1番、9番さんは、5番さんの白だ。で、7番さんが偽だから、2番さんの黒要素は、なんか、なんだっけな、囲いか1狼って昨日言ってたじゃん。だから黒数占いをしろってなんか言ってたでしょ?それって自分が占われたくなかったからじゃない。それ、黒数占いしろっていうのは、片白の人か占いの人が言う言葉じゃん。自分が占われたくなかったからそうやって言ったんでしょ。そういうのって普通片白の人が言う言葉じゃん。しかも昨日なんか投票位置おかしいし一人だけ。しかも7番さんさ、なんか、8番さんに投票してるよね。走らせてたのに、走らせてる人が狼なわけないじゃん。走らせてる以上、釣るしかないとか意味わかんないんですけど、7番さんにせ。2番のプレイヤーが発言します。まあ昨日グレーで8、走らせてたから、普通に、ね、1黒って見るよね、そりゃね。そこで占い値おかしいって言われてもっていうの。と、あとは、6番さんに言いたいんだけど、9-3 ラインじゃなくて、片方で、9-3 で、囲いがあったんじゃないかっていう意味で言ったんだけどね。まあいいや。今日はもう1釣りで行きたいなって思ってんだよな。どうなんだろう、強人どこなんだろうな。でも9、強人でもあり得た気はしたんだけどね。で、三角白でしょ?だから、389に白、巨人だと思うんだよな。7が真であれば。もし、でも、ローだったらどうなんだ ?7 がローだったら、7がロー?いや、ないよね。7がローだったら、だって俺、スムラだから、7がローだったら相方いないから、9。だって5が死んでしょ?だから普通に1号で終わると思うんだよな。だと思うんだけど、普通に、今日は1つって5。もう占い精査だったら、まあ、5から行きたいんだけど、まあ、もし17の欄だったら今日は自分は1から行きます。3番のプレイヤーが発言します。いや、2番黒すぎる。2番が黒でしかもうマジで見えん、本当に。
7がローだったら、7ローだったら似合い方だよ。もうほぼ。うん。9番さん、俺、ちょっと8番が強人あると思う。8番って自分投票してるからね。俺8が強かなと思ってるから、まあ普通に5、7進路だと俺は思ってるけどね。だから普通に7、2ペアもしくは5、1ペアだと思ってるけど、そうだな。まあ今日は1、7のランだけど、あー、そっか。どうだろうな。9番さんが強人の可能性、あんのかな。これ1って7っていう、1人外釣れるって安定進行ダメなのかな ?PP あり得るか、ダメか。どうすか、もう決めた方がいいのか。どっちかのペアを決めるしかないのか。7-1 のランか。難しいな。そうなった場合か。でも普通にもう 2がまず単体でも普通に黒いと思うけど。うん。思ったけど普通に。みんなどう思ったかな。一番で別に黒くないし、これ2が普通に黒いけど。うん。5番が結構、5番普通に、5番って俺を普通に占って、5番普通に真だと思ってるけどね。それを普通に隠しろ作ってくるあたり5番が真の行動だと思ってるけどね。7番っていうのは1も黒売ってるからね。1行くか、でもどうすっかな、これ。4番のプレイヤーが発言します。とりあえず今日もし5つってどうなんだろう。そうすると、72人狼の強人が残ってた場合って、3級どちらかでね。確実にもう PB 起こされてるわけですよ。で、まあね、これで、釣りミスっちゃいけないんで、正直言うと、正直ね、1か7かって言ったらね、狼見えちゃう7かな。なんか、正直ね、多分7目線ね、ゴー釣りでもね、問題はないかもしれない。なんか、確実に行きたいから1釣りしか飲めないって言ってたけど、で、正直、なんだっけな。そう、8、まあね、正直、まあそのまま8投票したのは、8走らせなきゃ、釣り位置にならなかったのねっていうところがあってさ、なんでわざわざ出たのかなってなっちゃったからさ、もういいやって思ったけど。で、正直、1がね、ちゃんと考察してるんだよね。2もちゃんと黒要素上げて、じゃあ繋ぐりじゃなくてさ、叩いてて、正直1より何の方が多くに見えてるし、5と7見ても7の方が狼に見えるしってとこ。だから、囲い見るなら9占ってほしかったなっていうとこがある。5番のプレイヤーが発言します。はい、2週目ということで、2週目で、ね、2日目ということでね、糸をほどいていくように考察していくわ。俺は、現状7番さん、2番さん、ローロー、3番さん、強人で見てます。はい。まず1番さん、2番さん、ローローがないっていうのは、1番さんと2番さんは入れ合ってる。仮に1、2、ローローであれば、8にヘイトが集まると思ってるから、1、2、ローロー、7、強人はないと思ってる。で、7、1のローローに関しては、確実にやり合ってるんだよね。その辺は、俺目線、今日7言ってもらって、1を占えばわかるし、2を占えばわかるっていうのは、現状の考察ね。で、3番さんが強人っていうのは、昨日までの発言って結構すげえしっかりしてたし、で、今日の発言なんかすげえなんかゴモゴモしてたから、3番さんって全然考察がまとまってないと思うんだよ。だからどっちが人狼かわからないからこそ、あの発言しかできなくて、昨日の発言でも俺占ってくれてもいいけど、みたいな。そういう発言があったから、3番さん強人かと思って、で、7-2ローローだと思ってます。はい。現状はね、7-1ローローはありえないと思ってます。はい。今日は7行けば、必ず勝てる。俺が1に占ればね。3番さん強人。強人じゃなかったら本当にごめんなさい。でも8番さんが強人であれば、霊能しようなりすると思うんだけど、じゃあわざわざ釣られに、柱しようする必要はないと思って。強人として仕事してないから、ね。ただ釣られるんじゃなくて、新役職を、釣り殺すっていう、その役目を果たしてないから、8番さんに関しては本当にスマラで、してると思ってるよ。72ローロー、7に行ってほしい。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番、7番の遺言を発表してください。てか、発言させる順番に悪意あるでしょ。俺一番最初に発言させたらさ、そりゃさ、1番と5番さ、言いやすいでしょ。反論しやすいでしょ。ね。悪意がある。これ負けたから、早めに終わらせて。うん。負けたから早めに終わらせて、村が。うん。本当に。時間もったいないよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4、5番のプレイヤーが発言します。はい、3日目ということでね、2番さん黒です。はい。やはり7番さん、1番さんローローはなかったということですね。7人ローローでしたね。はい。ですね、じゃあ仮に俺が人狼であり、一番さんと繋がっているんだったら、じゃあ俺の一日目の発言って結構、一番さん結構叩いてたと思うんだけど、じゃあこれを身内切りにする、思うかどうかっていうのは、まあそれは各々だと思ってるけど、結構理由はっきり述べたと思うし、一番さんを筆頭に、俺は釣り位置を上げてたと思うんだよね。苦労するならもちろん俺は二番さんだと。でも SG 位置で釣るんだったら、発言伸びないって釣るんだったら、俺は一番さんって言ったはずなんだけどね。じゃああなた目線は一番さん、五番さん、ローローなんですかと。合わないんだよね。じゃあ7番さん目線、その遺言でもう勝てないよっていう風な発言をされてますけど、じゃあ8番さん強人で、まだ1号ローローっていう証明する必要があったんじゃないんですか。3番さん強人が見えてるんですか。まだ強人が生きてると見えてるんですかって、もう人狼として諦めてるっていう、その発言しか僕はできないんですけど、うん。もう7に行ったんだったら2に行ってくれよ。決め打ち盤面だっただろ。ここでローラーする意味はないって。2番さん言ってくれ。2番さん黒です。以上。9番のプレイヤーが発言します。大丈夫だよ。まだ村だったらもう7自爆してんだから5が死ん。よって2番。3番さんは狂人だから、まあ5番に行くと思うけど。1番さんは村でしょ。まあ1か3は村だったら2行って。俺も村だから。うん、5しか死んがいないんだから、2黒。なら自爆してるんだから。まさかの潜伏占いもやるの ?3 番さん、狂人で。1番さんの村は確信したよ。あんなムーブ取らないよ、狼が。そして4番さんで位置隠してよかったよ。出た方がよかったと思うよ、多分3番さんかな、狂人。岡谷に関しては。8番が白すぎる柱したし、もう2番しかなかったもん、俺目線。ま、1番さんは可愛くて。4番さんは綺麗と。どっちの女子を選ぶが、俺も困っちゃうね。ただ黒の2番には票入れるわ。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい。やっぱ2番さんが黒です。うん。だって最初の発言、囲いか1番って自分以外全部黒じゃん。もうその時点で発言おかしいもん。もう2番さんにしか入れないから。2番のプレイヤーが発言します。はい、うん、スムラなんだけどな、普通に5-1なんだよね、黒が。7チーム目取れなかったからな。9番さん、普通に村人なら5入れてほしいんだけどな。5いって次1でもいいんだけどね。いやー、3級に強人いたらもう勝てないんだけど、いや5-1は確実に2を入れるからね。いやもう、狂人だったらもう2に入れてほしい。別に。で、まあ、9と3が村なら、5に入れるって感じでいいと思うんだけどな。あ、占い師2黒?意味がわからん。7が死んで、5が、ローだから、1号なんだよね。
で、まあ、9と3が、もし村人なら5に入れて、で、次の日、1に入れれば勝てるんだけど、うん。3番のプレイヤーが発言します。ダメだよ、5番さん。強人当てたら。俺が強人だけど、うん、俺の勝ち筋っていうのは5-1ローローしかないから、俺は2に入れる。うん。いや、もう正直、あの盤面俺も7-2は普通に黒い、7-2っていうかまあね、まあ、1黒くないし、2黒かった。あの盤面っていうのはもう正直、俺が人外だけど、きつかったね。うん。だ俺の勝ち筋っていうのは5-1ローローしかないから、とりあえず2に入れます。終わんなかったら、終わるかわかんないけどね。終わるか、どっちにしたって。はい。伸びないよ。だってもう、ご主人様が黒いんだもん。と思ってるけどね。ごめんね。俺、例ので出てロラされたらよかったかな。うん。まあ、俺、村、まあ、いや、それでも無理だったと思うで。全プレイヤーの発言が終了しました。それでも、無理だったと思うで。これから投票に、その場しのぎにはなるかな。そういう感じ。多分、無理だったと思う。例の俺でも。俺目線もう2の6、1を村置きできたから。多分、確信して村置きはできた。こんなムーブで陣外やられたら俺震え上がるわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。え？人狼陣営の勝利です。え？おお、マジか、やったな、これ。ナイスでーす。やったねー。ナイスでーす。ああ、俺、マジ、まだ7人ローラやと思ったんや。あ、すまん、7自爆したんじゃないの投票自爆してない、自爆してない。7自爆だと思った、俺。いいわ。